想像もつかないほど遥か昔から空にきらめく太陽は存在します。古代より世界中で太陽は信仰の対象となり、それにまつわる伝承も多く受け継がれています。現代では日の光を意識することはないほど当たり前の存在となり、私たちが生きていく中に溶け込んでいます。そんな現代でも何気ない日常の瞬間や身震いするほどの雄大な景色の前に、ふと光の存在に気がつきます。私たちは時間や季節によって移ろう、二度と同じ姿を見せることのない光の一瞬を捉えて、写真あるいは映像として記録し表現しています。ある意味、光と一番向き合っている時間はカメラとレンズと共に過ごす時間なのかもしれません。今回はそのような光を意のままにするシグマのレンズについてのお話です。まるで生きているかのような光を見極め、切り取り、作品として表現するには、光を的確に捉えられるレンズの力がどうしても必要になります。光と真剣に向き合いながら、時代とともに変化する価値観を繊細に捉えたレンズを設計しているシグマだからこそ、私たちがシグマのカメラやレンズに魅了されているゆえんでもあります。現在シグマにはあらゆるレンズの選択肢が存在し、その全てが3つのプロダクトラインに集約されています。刻一刻と光が変化していく中で、自分が伝えたいものを柔軟に表現できるようなレンズをしっかりと見極める重要性を感じます。この動画ではシグマのレンズについて3つのプロダクトラインの紹介とともに、私たちの事例を踏まえながらレンズ選びのお力添えができればと思います。まずはじめに、現在シグマがレンズ開発の指針としている3つのプロダクトラインについてご説明しなければなりません。1つ目がアートライン、そしてコンテンポラリーライン、最後にスポーツライン。この3つは皆様も一度は聞いたことがあると思います。2012年に発表されたシグマグローバルビジョンによって、シグマのレンズはこの3つのラインに集約されることになりました。それぞれのプロダクトラインはこのようなコンセプトの下で設計されています。3つのラインは単純に性能だけでカテゴライズされているわけではありません。多種多様なレンズそれぞれの画角特性や開発意図を明確にし、どのような絵作りができるレンズなのかを理解するためのアイデアです。ではここから、私たちが持ち合わせているミラーレス専用設計のシリーズに絞って、事例も合わせながらご紹介していきます。シグマアートライン。シグマのレンズといえば、このアートラインのレンズを思い浮かべる方は多いと思います。アートラインは高水準の芸術的表現を叶えるために、最高の描写性能と光学性能を突き詰めたレンズです。光学性能最優先、画質特化型のアートラインには、その圧倒的な描写性能に魅了された写真家や映像制作者の愛好家が多くいらっしゃるとお聞きします。近年のミラーレス専用設計のレンズは、これまでより小型かつさらに高い光学性能を持ち合わせたものも数多く発表されています。そしてあらゆる設計要素を最高の光学性能と豊かな表現力に集中して開発する思想は、シグマアートラインならではです。私たちが一番最初に導入したのは 14-24mmF2.8DGDN アートでした。各地へ旅行する上で、よりダイナミックな超広角域の映像を繊細に記録できるこのレンズは、私たちには欠かせません。環境変化が激しく厳しい天候でも、表現に集中して撮影に挑めるレンズはこのアートラインあってこそだと実感しています。一度でも撮影された写真や映像の世界を体験すると、その奥深い魅力に引きつけられるはずです。どのような状況下であっても、最高の描写性能で光と真剣に向き合うことができる、それがアートラインです。
シグマコンテンポラリーライン。コンテンポラリーラインは高い光学性能とコンパクトネスを両立させたまさにオールマイティなプロダクトラインです。近年では i シリーズをはじめとした光学性能とビルドクオリティ、そして小型化を兼ね備えた素晴らしいシリーズも数多く発売されています。価格や性能面でどうしてもアートラインと比べてしまいがちですが、決して性能だけでランク付けされたラインではないということをご理解ください。コンテンポラリーラインは時代とともに変化する価値観を繊細に捉え、その時々で必要な変化を遂げつつ高い光学性能を突き詰めたラインだということです。i シリーズは特にその特徴が明確です。コンパクトかつ高性能、そして所有欲をくすぐるデザインや触り心地などプロダクトの美しさと徹底したこだわりが際立っています。他にもコンテンポラリーラインにはたくさんのラインナップが揃っています。私たちも普段の街歩きや気軽な旅行ではコンテンポラリーラインのレンズを持ち歩くことが非常に多くなりました。特に大きな利点である小型化の恩恵は非常に大きく、重量を気にすることなく複数のレンズを持ち歩くことができるのは大きな安心感にもつながります。全体最適、ハイパフォーマンス追求にこだわったこれからの時代を見据えたレンズ、それがコンテンポラリーラインです。シグマスポーツライン。動きの速い被写体や遠方の被写体に最適化された高い運動性能と光学設計は、瞬発力や機動力の試される厳しい現場でも適用できるように設計されています。これまでのアートラインやコンテンポラリーラインに比べるとなかなか手にする機会の少ないレンズかもしれませんが、非常に高性能なプロダクトラインです。他のレンズと比べるとサイズや重量は確かに大きく重くなってしまいますが、今までに見たことがない表現が可能になった瞬間の興奮は今でも大きく記憶に残っています。シグマ純正のテレコンバーターを装着することで圧倒的な超望遠撮影が可能なのには驚きました。ソフトウェアとの連携により撮影者の多彩なカスタマイズ機能も備えており、一瞬たりともシーンを逃さないようにより使いやすく自分好みにカスタマイズしやすいのもスポーツラインのレンズの魅力です。他のレンズとは一線を画した風景を収められるこのラインのレンズは、非常に強く感情を揺さぶられる絵を残すことができると思っています。それは今ご覧いただいている映像からも実感できるはずです。フルスペックでありながら高い運動性能追求がなされた高性能なライン、それがスポーツラインです。シグマのレンズラインナップはこのように3つのプロダクトラインに集約されています。長くなってしまいましたが、この3つのラインはレンズの用途を決めつけるものではありません。シグマによると多種多様なレンズそれぞれの価格特性、開発意図を今一度クリアにすることでどんな絵作りができるレンズなのかを大掴みするためのアイデアと説明されています。多くのレンズラインナップがあり、選択肢も多いシグマのレンズだからこそ各レンズの得意分野を素早く把握できるのは大きなメリットであり、皆さんの作品作りにもより大きな可能性を見出せるはずです。どのラインのレンズであっても、どのようなサイズのレンズであっても、その時そのサイズで最高の光学性能を引き出せるようにレンズは設計されています。私たちがこれまで作成してきたレンズレビューの動画でもご覧いただけるように、どのレンズも非常に素晴らしく高性能で美しい情景を残すことができるのには間違いありません。それは光学性能はもちろんのこと、外観から触り心地まで含めた確かな品位によって裏打ちされています。たくさんのレンズを使用して撮影を行ってきた中で、レンズを交換することで変わるのは性能や画質ではなく私たちのライフスタイルだと確信しています。この世界がある限り、光は私たちのかけがえのない生活と美しい情景を照らし存在し続けることでしょう。その光を記録する瞬間はどんなレンズであっても変わりありません。光を捉える手助けをしてくれるのがシグマのレンズだと私たちは信じています。
そしてこの動画が少しでも皆さんのレンズ選びのきっかけになれば嬉しいです。